こんにちは。今日はダイソーのメランジトリコを使ってベビー用オーバーオールを編んでいきます。使うかぎ針は10号です。留め具としてボタンを2つ使いますので、2センチ程度のボタンをご用意ください。今日のオーバーオールはズボンの裾から編み始めて、片方のズボンが編めましたら、同じものをもう1枚編みます。どちらもズボンが編めましたら、お腹の部分はぐるぐると輪に編んでいきます。そして胸当て部分を編んで、紐で留めます。それではまず、この作り目から編んでいきます。まずは鎖編みが4目、1、2、3、4、1つ目の鎖編みに針を入れて長編み、作り目が1回できました。2回目からは鎖編みは3目です。1、2、3、先ほど編んだ長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編み、作り目が2回できました。次は3回目、鎖編みが3目、先ほど編んだ長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編み、これを繰り返して作り目が10回になるまで編んでいきます。作り目が10回できました。長さは25センチぐらいになっています。こちらがズボンの裾になりますので、作り目がねじれないように気をつけて、編み始めの鎖編みに針を入れて引き抜き編みをして輪にします。サイズ変更をする場合、こちらの作り目が偶数であれば何回でも大丈夫です。今日の模様編みはこのようになっています。こちらの棒で表しているものは長編みのことになります。作り目の内側が長編み側、外側が鎖編み側になっています。1段目は鎖編みの方に編んでいきます。1つ目の作り目に針を入れて引き抜き編み、ここから鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の作り目に長編みを7目編みます。1、2、3、4、5、6、7、長編みが7目編めましたら、次の作り目に細編み、次の作り目に長編みが7目、長編みが7目編めましたら、次の作り目に細編み、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後は長編みが7目で終わっています。マーカーの目に引き抜き編み。これで1段目が編めました。次は2段目。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みが3目。1、2、3、立ち上がりを含めて4目になっています。そして長編み7目の真ん中、1、2、3、4目目の長編みの頭に細編み、長編みを3目飛ばして細編みのところに長編みを7目編みます。
長編みが7目編めましたら、1段目の長編み7目の真ん中に細編み、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後は細編みで終わっています。そしてこの編み始めの細編みのところに長編みが3、3目編めましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで2段目が編めました。次は3段目、2段1模様ですので1段目の模様編みに戻ります。鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。長編みを3目飛ばして、この細編みのところに長編みが7目、長編みが7目編めましたら、長編み7目の真ん中の目に細編み、細編みのところに長編みが7目、これを繰り返して最後まで編んでいきます。3段目の模様編みが編めましたら4段目、4段目が編めましたら5段目、6段目と繰り返ししばらく編み進めていきます。6段まで編んできました。この2段目の模様編みのところで終わっています。こちらのズボンの裾を長く編みたい方は好きな長さになるまで編んでください。私はここで終わりにします。もう一度糸を引き抜いてカットします。それでは同じようにして6段までもう1枚編んでいきます。同じものが2枚編めました。それではここからこちらを2枚合わせてお腹部分を輪に編んでいきます。先ほどの編み終わりとこの編み終わりのところを合わせます。そして次の細編みのところ、次の長編み7目の真ん中4目目のところまで閉じていきます。閉じるところにマーカーをつけておきます。こちらが編み終わり、長編み3目、細編み、長編みの4目目。1、2、3、4目目の頭にマーカーをつけておきます。1枚目の編み地の方は、この編み終わりから右側の方にマーカーをつけます。長編みが3目、細編み、そして長編みの1、2、3、4目目。ここにマーカーをつけておきます。このマーカーとマーカー、この編み終わりと編み終わり、ここを閉じていきます。こちらの目から一度針を抜きます。そしてこのもう一枚の立ち上がりの鎖編み3目目に針を入れて、この目を引っ掛けて持ってきます。そして隣の長編みの頭に針を入れて、下の編み地も隣の長編みの頭に針を入れて引き抜き編みをします。隣の長編みの頭に針を入れて引き抜き編み、隣も同じ。次は細編みの頭に針を入れて引き抜き編み、このようにしてマーカーのところまで閉じていきます。
中のところまで閉じてきました。これでズボンがつながった状態になっています。ここからお腹部分をぐるぐると編んでいきます。模様編みは先ほどと同じです。一番最初は鎖編み1で立ち上がって、この一つ手前の長編みの頭に針を入れて糸をかけて持ってきます。隣の長編みの頭にも針を入れて糸をかけて持ってきます。針にかかった3本の糸を一気に引き抜き、そしてこの細編みの頭にマーカーをつけておきます。次は長編みを3目飛ばして細編みのところに長編みが7目、長編みが7目編めましたら、長編み7目の真ん中の目に細編み、これを繰り返して反対のこの股のところまで編んでいきます。反対の股のところまで編んできました。ここはちょっと目が見えにくいと思いますので、この長編み3目とこの長編み3目の間の横に渡っている引き抜いたこの目に針を入れて細編みを編みます。そして3目飛ばしてまた細編みのところに長編みが7目。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで1段目が編めました。次は2段目、こちらのズボンと同じように編んでいきます。ズボンよりも1周が長くなりました。私と同じ目数の方は長編み7の模様が片方に4模様、反対も4模様、8模様になっています。それでは2段1模様で繰り返し、この胸当ての下のところまで編んでいきます。お腹部分を10段まで編んでいきました。ズボンの裾からの長さは26センチぐらいになっています。幅は25センチぐらいになっています。それではここから続けて肩紐の部分を編んでいきます。隣の長編みに針を入れて引き抜き編み、鎖編み3目で立ち上がって隣の長編みに長編み、鎖編みが1、同じところに長編み、隣の長編みの頭に長編み、紐の1段目が編めました。次は2段目、鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。そしてこの鎖編み1の穴のところに側に取って長編み、鎖編みが1、同じところに長編み、この立ち上がりのところに側に取って長編み、2段目が編めました。繰り返しです。次は3段目、鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。鎖編み1のところに長編み、鎖、同じところに長編み、立ち上がりのところに側にとって長編み、これを繰り返して好きな肩紐の長さになるまで編んでいきます。紐を14段まで編んでいきました。
私はここで終わりにしたいと思います。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。これで左の肩紐が編めましたので、右側の肩紐も同じようにして編んでいきます。この長編み7目のこちらの右側の3目に紐を編みます。細編みの隣の長編みの頭に針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖編み3目で立ち上がって隣の長編みの頭に長編み鎖編みが1同じところに長編み隣の長編みの頭に長編みこれを繰り返して左の紐と同じ長さまで編んでいきます。どちらも肩紐が編めました。それでは次に胸当て部分を編んでいきます。前身頃の中心の模様から次の模様編みのこの長編みの4目目、こちらも中心から次の模様編みの長編みの4目目、私はここを胸当て部分にしたいと思います。サイズ変更されている場合は私と同じではないかもしれませんが、中心から考えて同じ幅になるように決めてください。それではこのマーカーの目に針を入れて糸をかけて持ってきます。編み方は先ほどと同じです。鎖編み1で立ち上がって細編み、長編みを3目飛ばして、細編みのところに長編みが7目。長編みが7目編めましたら、長編み7目の真ん中の目に細編み、細編みのところに長編みが7目。長編みが7目編めましたら、このマーカーのところに細編み。これで1段目が編めました。次は2段目。胸当て部分は往復編みになります。鎖編み3目で立ち上がって、マーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。そしてこの細編みのところに長編みが3。長編み7目の真ん中の目に細編み。長編みを3目飛ばして細編みのところに長編みが7目。長編みが7目編めましたら、長編み7目の真ん中に細編み、この一番端の細編みのところに長編みが4目、これで2段目が編めました。次は3段目。1段目と同じです。鎖1で立ち上がって編み地を表に返します。一番端の長編みの頭に細編み、長編みを3目飛ばして細編みのところに長編みが7目、長編みが7目編めましたら、長編み7目の真ん中の目に細編み、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に細編み。これで3段目が編めました。次は4段目、2段目と同じです。このようにして往復で
好きな胸当ての大きさになるまで編み進めていきます。胸当て部分が6段まで編めました。私はここで終わりにしたいと思います。最後にここにボタンをつけて肩紐をこのようにして留めます。その前に縁編みを編んでいきます。6段目の編み終わりから鎖編み1で立ち上がって、この表側から一番上の段に細編みを1目ずつ編んでいきます。編み始めの細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして細編みを1目ずつ一番端まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。この立ち上がりのところは鎖編み3目目に細編みを編みます。そしてこの胸当ての段のところは、この立ち上がりのところに細編みを3目ずつ編みます。1、2、3、細編みの段を飛ばして次のこの段に1、2、3、細編みの段を飛ばして次の段に細編みが1、2、3。これで胸当てのところが編めましたので、このマーカーのところに細編み、そしてここからまた一目に対して細編みを一目ずつこの紐のところまで編んでいきます。紐のところまで編んできました。最後はこの細編みのところで終わっています。この紐のところも1段に対して細編みを2目ずつ編んでいきます。紐の一番上の段まで編んできました。この長編みの頭に細編み、鎖編みのところに細編み、長編みの頭に細編み、そしてまた一段に対して細編みを2目ずつ編んでいきます。紐の一番下の段まで編んできました。今度はこの左側の1段目に細編みが2。このようにして右側の肩紐と同じように編んでいきます。左側の紐も最後まで編んできましたら、またこの細編みのところから一目ずつ細編みを編み入れていきます。マーカーのところまで編んできました。このマーカーのところにも細編み、そして胸当てのこの長編みの足のところに細編みが3。細編みの段を飛ばして次の長編みの段に細編みが3。細編みの段を飛ばして長編みの段に細編みが3。この
編み始めのマーカーの目に引き抜き編み、これで縁編みが編めました。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。これで本体部分が編めました。余分な糸端はとじ針で糸処理をしておきます。すべての糸処理ができましたら、お好みのボタンをお好みの場所にとじつけます。ボタンがつけられましたら、この肩紐の好きなところにボタンを通していただいて、これで完成になります。とっても簡単に、とっても可愛いオーバーオールができました。こちらのオーバーオールはどんな糸でも編んでいただくことができます。ぜひお好みの糸で編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。